さあ今回も競争の株式市場に突入していきましょう。さあ、まあ1年しかないんでね、ちょっと大博打しようかなと。とにかくいい情報が入ったら、まあ全財産をぶち込んでいくと、これでいこうじゃないかと思います。さあまずね、費用を削りまして、生活費はもう極貧でいきましょう。さあ今回は任天堂、メイブ、コナミ、日立、バンダイ、富士通と、ん？富士通だね。ゲーム系がね、3つありますね。コナミ、任天堂、バンダイと。すごい今回の間ね、上に固まってますね。トップはバンダイで、富士通もいい感じで、任天堂も高いと。コナミもいい感じ。上にあるのはゲーム会社ばっかですね。といった感じと。よし。どうしよっかな。おー、わかったね。これ、任天堂じゃないかな。まあ、ちょっと、最初はね、控えめに行きます。いい情報が入ったらぶち込んでいくんで。まあ、6くらいかな。おー、バンダイがすごいですね。何か続報がありそうでしょうか。成人の日ね。おお、また上がりだしたね。逆にこの下にいるメイブ、これ気になるね。電話出ようか。赤座行こう行こう。バーでいい情報聞けるんで、もうここですよ、ここ。さあ、なんて楽しいんだと。誰はてなはてなはてななんだろうね。さあ帰らないと。さあ医者のとこ寄ってきた。彼はあなたに新会社を装って麻薬を売るという新しいビジネスを提案しています。すぐに 30% の出資を提案されました。ほう、46万。いい、やっちゃうやっちゃう。きっと後悔しないと思いますよ。何百万が私たちを待っていますと。少な麻薬ビジネスで何百万しか出ないんだよ。あれ、いくら、え、あ、お金使ってないじゃん別に。岡さんに出資することで年次株主総会に出席することができますと。あ、これか、さっきの。新しい麻薬、上場してんの麻薬ビジネス会社。やば。行かれてるじゃん。すげえ、あ、本当に3割持ってる。めっちゃ持ってんじゃん。ん？これどういう状態だろう。あ、ここはゼロ、ゼロか。ここだね。なるほど。これ面白くなりそうだ。株主総会勝手に出んの。で、これ影響度ってやつもいけるよね。おー。待って、わからない。値がわからない。配当岡さんか212万。おいおい、これ、ボロいゲームだな。これ、簡単じゃないですか、かなり。ボロ儲けできましたね。いくらなのこれ、今、一体。31,120 円。え、これ、売っていいんじゃないですか別に。もういいんじゃね、こんなの。違法って分かってんでしょ、うちだって。ちょっと売ろう。所得税は 6%OK。低いうちに売っちゃいましょう。いやいや、もう400万。OKOK。よし、軍資来てないってよ。500巻まで減らしましょう。いや、もうちょいいけんじゃん。1000万回までいくか。よしよしよし、これ1000万今あります。ポッカさんの株主を1人方に。じゃあ全部売ろうか。全部売ってしまおう。きっと何かね、悪いことが起こらず、すべて売りましょう。さあ、まずはね、岡さん、ちょっと岡さんオンライン証券でしょうか。ちょっと風評被害ですよね。あそこ全然真っ当な証券、ね、ビジネスやってると思うんで。ちょっとね、岡さんというのはね、気をつけてほしいですけど。さあ、ゲーム開始、1982年1月1日。その19日後、私の持ち金は50万から2270万円と増えていきましたよと。見てください。今年の、2週間の所得と言いましょうか。2232万と。よしよしよし。じゃあ、ここでまず資産に変えましょう。どうしよっかな。240万でいけるんだな。まあ、その生活のランクってね、いきなり上げると、やっぱりその人間おかしくなっちゃうんで、徐々に上げていくと。ね、そこで自分適正で、ね、ください。まあ、2000万しかないですからね、言うてね。で、車なんか取られたんだよな、お金。ちょっとまだいいか。さあ、ここでね、次の大化け会社行きましょうよ。
漏れがあると。引っ越したばっかりですよ。これはもう私関係ないんで、農家さんね、曲がってもね、いいです、いいです。こうやって増えるんだね。ほら、もうフリーホールしてる、フリーホールしてる。あんなあれでしょ、 PER 1000倍とかでしょ。自分の株売って潰れてしまうのか。そうはいかないでしょう。本当に自分の株売って潰れてしまうのか。早く、多分岡さんのことかな、の株を買い戻さないと大変なことになりますと。あ、脅されてる。あとは1株買うじゃん。1株買っておこう。こんにちは、私たちは麻薬カルテルの捜査をしています。あなたが共同経営者でるが、いや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 、しかし下出ないし、賄賂を提供しよう。ちょっと待って、だって賄賂を提供しよう。押せないっすね。あ、あ、これ変えられるか。いや、無理だな。賄賂今断ったんじゃないの。多分 ESC でやったからやばい気がするよ。の、の、の、135万納税したんで、ちょっと一旦ね、許してほしいですけど。やばい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 。ストレスが溜まってる。生活の質上げようか。任天堂の、お、一人が売り出したよと。おー、買え、あ、め、もう半額になったよ、任天堂。安っ。へぇー。あ、待つか。あ、バイ、バイ行こうぜ、バイ行こうぜ。殺されるんじゃない、こいつ。殺されそうですけどね。こんなんでバーとか行ってたら。楽しい、もうね。夢見心地ですよ。お母さん、配当200万入ってきたんでね。ちゃんとビジネスやってたんでしょうね。きっとね。さっき賄賂出してないけど大丈夫かな。あ、食中毒、やっぱほら、狙われてるって。なんか組織狙ってるよ今。7万払って1日に。尋常じゃないんだけど、払い方が9万。待って待って、おいおい、待って待って待って、すごい取られていくよ。通常の10倍くらい取られてますけど、やばい、資産がどんどん減っていく。高くない？家買えたとはいえね。配当前に買いたかったな。それ作業作業、これ作業。こう、ハピネスマックスじゃん今。それはいいんだけど、もう200万くらい減っちゃいましたね。ちょっと任天堂の株買っておきましょう。まあこんくらい、200株くらい持っていいんじゃないですか。ちょ、配当前に欲しかったな。警察岡さんという違法な会社を清算しました。警察すべての株主の会を。まずいまずいまずい、別のスリリングなゲームになってるよ。電話出ようか。カズハラパチンコ行かない行かない。そっちの方は危ないでしょ多分。違法な方々がいる方に行ったら殺されるって。本当に任天堂での麻薬取引の幇助かな、これは。罪で逮捕されました。え、逮捕されたの？嘘。登録されて いますかな。公的支給で済んでいますみたいなことですかね。資産はあるんだ。オッケーオッケー。いつ出れんのこれ。いつ出れるのこれは。ちょっとちょっと株の取引で使うって、ホリエモンみたいになっちゃってますけど、富士通はなすごいんですか今。任天堂に麻薬の何してんのこいつ。個人的問題じゃないですか。配当は入るかな。ストレス溜まってってるよこれ。ほら溜まってる今。入院するこのアダルト多分。配当は入るね。27万7千円。月27万も入んの。じゃあもう生活できるね。今入りなるファイヤーですね。ファイヤー1000万貯めて引退しようみたいな、つまらない生き方ね。あれを今、刑務所でしています。これ刑務所ファイヤーね。今日は裁判が行われました。あなたは有罪で、お金全部取られ、2年間。2年間。じゃあ出れないね。お金が足りないから借、ああ、そっか、あ、
出たのかな、もうどうなった、出てはないよね、28年なんで。借金借金してるこいつ今完成できないと資産がかけられちゃうと、競売に。でも、なんでお金減ったんだろう、これ。公的資金で済んでますように書いてありますけどね。金融情報誌、真実の真実は富士通の経営者に、多分賄賂出せたらよかったんでしょうけど、あれですね、日本語のやつだと、下に行けないんで、UI が収まってないんで、なんだろう、UI スケールをどうにかできたらいいのかな？か、フルスクリーンじゃなければいいんですかね。ちょっと違法な行為でね、進めるのは厳しいかなと思うんですが、さあ、転落人生です。まず1年しかできない体験まで2年投獄されるという。もう絶対に出ることができない。終わってしまうと。まあでもね、配当金が入ってくるんで。31万ね。ほら、オッケーオッケー、復活復活した。何払ってたんだろうね、さっきね。減らなくなったけど。さあ、チャートだけ見るね、獄中生活でしょうか。さあ、岡さんはね、そういえばここ、清算されてるんで、もうね、なくなってますよと。最後の株価は2万円以下だったんでしょうね。まあ、とはいえ、こいつ2年後出たら、まあ、任天堂がね、大成功していて、まあ、その任天堂、ほら、株価もね、回復してきて、8000円で買ったとこで、ね、1万6000円になってるんで、売ってるんでね、買ってるんでね、8000円で買ってるんで、かなりね、いい資産残し方したかなと。株式が没収されないんで、最悪捕まること分かってても、全部株に変えとけば、助かるんじゃない？資産持って帰ったけど、いけたよね。ちょっと、今回最悪のね、ケーススタディになりましたけど、またやろう。さあ、すごいね、こいつの輝き。1ヶ月で全てを手に入れて、1ヶ月で全てを失ったね。